君の花をみんなのブーケを武道館のステージに飾る。その日まで僕たちは目指し走り続け届け続ける。みんなに歌の魔法を。僕たちにみんなのブーケを。ブルーミングマジック。俺歩夢、今日は5人組歌い手グループブルーミングマジックのメンバーと事務所の関係者と一緒に温泉旅行に来ている。いつも一緒にいるメンバーだけど、温泉ってなると雰囲気変わって楽しいよな。夕飯うまかったな。食べ過ぎちゃったね。じゃあさ、食後の運動しようぜ。いいね。確か卓球あったよね。温泉入ったのに卓球ですか。細かいことはいいんだよ。ほら行くぞレオ。よっと。ああ。歩の勝ちですね。よっしゃ。そらコーヒー牛乳おごりな。あんなこと言うんじゃなかった。温泉来ると弟たちとやってたから卓球得意なんだよな。もうそれ先に言ってよ。では蹴りもつきましたし戻りましょうか。何言ってんだよ。お前だけやってねえじゃん。あ、いえ、僕は。レオくんもやろうよ。何が楽しくて。温泉入った後に汗かかなきゃいけねえんだよ。あ、プラレオくんだ。どこで誰が見てるかわからねえから王子やってやってんのに。王子ならメンバーのお願い聞いてくれるだろ。じゃあ一回だけだからな。わーい、じゃあ僕審判やるね。よし、汗かかしてやる。お前相手なら温泉入らなくても良さそうだな。なんだと。よーい、スタート。おりゃ。え、歩むすごい。俺卓球得意って言ったろ。ひどいよ、僕の時は手加減してたの。別にそういうわけじゃないんだけどさ、サーブだけ緩めてた。なるほど。そうだ、アイスでもかけるか。レオのその澄ました顔崩してやる。は？すごいよレオくん。レオくんも卓球できるの？ほとんどやったことない。え、でも今のサーブ超早かったよ。卓球得意な誰かさんの真似をしただけ。くっそー、お前どこまでハイスペックなんだよ。忘れてた、レオはこういうやつだったんだ。勝ったらアイスをおごりだっけか。絶対勝つ。うわぁ、どっちもガチガチのガチだ。くっそー。はーい、レオくんの勝ちでした。あー、疲れた。こっちのセリフだよ、超長いんだもん。もう少しだったのに。あっちあ、ソーラ、おい、やめろってくすぐって。こんなに浴衣はだけてるんだもん、いたずらしたくなっちゃうじゃん。しょうがねえだろ、マジの試合だったんだから。それならレオだって。結局汗かいたじゃねえか。ああ。レオくんさすがにセクシーすぎるよ。僕ドキッとしちゃった。もうお前なんなんだよ。同い年とか嘘だろ。意味わかんねえ。まあまあ、こんなお色気ムンムンのレオくん置いとけないから、さっさとみんなで温泉入ろう。おい、空引っ張んなよ。ああ、温泉最高。気持ちいい。なんか癒されるよな。そういえばみんなで旅行って初めてだよね。確かに、まあ突然だったけどな。社長はいつも突然だからね。それな。僕らしかいないってなんか貸し切りみたいだね。なんか歌っちゃおうかな。何歌うんだ。そうだな、じゃあさ、千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ。あ、
ここは宴茜の檻その担当台で見下ろして三千世界と常世の闇嘆く歌も聞こえないよセイランの空遥か彼方その光線中で打ち抜いてうわすげえ。うん初めてみんなで歌った時と全然違う最後の3人のとこやばかったよなうわーなんかすげーすげーしか言ってねえけどしょうがねえじゃんうまく言えねえけどなんか俺たちがちゃんと歌い手としてやってこれてるってことだろまだろうなそれぞれの質と音の重なり方も明らかに違ってただろすげーよちゃんと俺たちも成長してんだよだななあ空もって空うわぐるぐるおいのぼせてんだろ大丈夫かなんか急にクラクラしてきちゃって僕先に出てるね一人だと危ない俺も大丈夫たまにあるやつだから気にしないでね本当に大丈夫か？うん。じゃあ先に部屋戻ってるね。わかった。すぐ戻るからな。はーい。ゆっくり楽しんでおいで。ふらふら。大丈夫かな、ソラ。意識ははっきりしてたから、しばらく休めば問題ないだろう。そっか。お前そういうの詳しいもんな。そういえばさ、レオってみんなで温泉とか嫌がりそうだよな。だからこうしてんの意外。ま、嫌だけど。嫌なのかよ！でもま、悪くないって思うようにはなってきた。うわ、へへ。何？レオがそうやって俺たちのこと好きになってくれんの、嬉しいなって思ってさ。なんでお前が嬉しいんだよ。え？だってそうだろ？最初の頃はなんかすっげーバカにしてくる嫌なやつだったのにさ。うるさい。あ、お前。はあ、丸め込まれておけばいいものを。お前って本当にバカ。はあ？なんだよそれ。はあ、黙れ。口塞がれてえの。近い。どうしよう。いつもと雰囲気違いすぎて、もうわけわかんねえ。で、あの時、すげえビビったんだからな。あれは迂闊だったな。え？いや。はあ。そういや、あの時のお前、顔真っ赤にしててすげえ面白かった。はあ？それは、お前があんなことするからだろ？あんなことってこんな感じだったっけか？え、レオ？口塞がれてえの？その近いってレオ？え？バーカ。何すんだ？アホ面だったからつい。なんだと？そんな顔誰にも見せんなよ。どういう意味だよ。ブスだったから。はあ？じゃあ大先。あ、ちょっと待て、逃げんなって。うわアイム。びっくりした。危ねえな。ありがとう。うわ、なんだ、さっきレオがあんなことするから変に意識しちまう。たく、気をつけろよ。もう助けねえから。あ、おい待てって。なんなんだよ、レオだけ余裕な顔しやがって。って赤くなってる俺がおかしいっつーの。水風呂でも入るか。ただいまー。
って空？あ、歩むおかえり。なんでこんな短時間で酔っ払ってるんだよ。だって二人とも遅いんだもん。あれから水風呂入ったりしてたらすっかり遅くなっちまった。なんで水風呂？レオくんは？レオはアイス買ってきてくれるって、ソラの分も。やったー、本当は歩がおごりなのにね。うるせえよ、いいんだよ、明日返すから。ふーん、レオくんって本当に優しいよね。ああ、そうだな。ソラ、すげえ酔ってるし、布団入れよ。あれれ、歩顔赤くない？別に風呂上がりだからじゃね。なんかお風呂上がりってエッチだよね。何バカなこと言ってんだよ。ほら布団行くぞ。一緒に飲もうよ。飲みすぎだって、明日大和さんに怒られるぞ。あと高坂マネージャーからもな。へへ、怖い。だからさっさと水飲んで寝ろって。あゆむ。うわぁ、いってぇ。あゆむあったかいね。おい空、どこ触ってんだよ。へえ、いいじゃん、すべすべ湯上がりお肌。いや空、くすぐったいって。あゆむはくすぐったがりさんだね。ちょ、マジでいい加減に。うや、え、たく、何してんだよ酔っ払い。うん、冷たいよ。はい、アイス。ありがとう。のぼせた後に酒飲むバカがどこにいんだよ。ごめんなさい。わかったらそれ食べてさっさと寝ろ。はい。お前らほんといいチームになったよな。たまにわけわかんない雰囲気になったりするけど、こいつらと同じグループになれてよかった。やっぱり仲間っていいよな。なんか笑われてる。ほっとくぞ。ねえねえねえ。